え、コメント見えないこれ。そんなことある？映ってる？あっ！なーい。え、な、寝た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 。え、どういうこと、どういうこと？なんかあるのか。ん？あ、これ。あ、ほんとだ。あったあった。使いこなせないね。9日の木曜日の牛尾を担当する星野みなみです。お願いします。今日はちょっと今さっきね、あう、なんかこうライトみたいなのがあるんだけどね、ちょっと難しくて、なんかつけるのが今日、そう、今日はちょっと撮影があってポニーテールにしてました。ポニーテールちょっと腕が良かったな。そう、ポニーテールです。今日は写真をいっぱい撮る撮影をしてましたっていう感じです。皆さんもなんか出てきちゃったな。なんだこれ。アンテナみたいになっちゃった。何これ、え、何これ、何これ、ハサミあるよ、ハサミ。なんだろうこれ、寝癖だな、紙じゃないの、ゴムかな、なんだろう、角、紙のやつかな、もうゴムの根元みたいな。ありがとう。ちっちゃいつもりだった。はい、今日はそう写真を撮るやつをやってて、そう最近ポニーテールが多くて、新曲のあの MV も、新曲のやつもポニーテールだったりしてて、そうポニーテールが多いんですよ最近。というわけで、前回の配信メンバーが真夏だったらしいんですけど、宿題をもらったので、まあ、真夏って聞いた時点でなんか最悪な感じはしたんですけども、まあ今日の宿題はまあこんな感じの嫌な感じの宿題になっております。やらないっていうのでもいいのかな、やりたくないよね。なんでこれが出てくるんだろうね。何何、マナハラだって、やだー、ほんとどうしよう。あ、これ、これぐらいで、これぐらいで許してください。はい、というわけで今日の宿題はおしまいになります。そう、真夏いないからバレない、やらなくても。でも来週の人に、来週というか明日の人にこれを回そうかな。じゃあちょっとまだ考え中だけど、またもうちょっとしたら考えようっていう感じです。ここだけやったよって感じです。はーい、終わらせませんよ。だっていや携帯画面越しだから何もできないダメダメダメ、あかんって、ダメですだって。はい、じゃあ次に行きます。はい、乃木坂が登場するスマホアプリの乃木恋の特別企画をやりたいと思います。乃木恋は乃木坂メンバーと本気で恋する恋愛シミュレーションゲームです。で、乃木恋で1月から2月に行った第14回彼氏イベントで見事みなみの彼氏になった人たちに向けて、今からみなみの乃木恋の中でリアルにメッセージを送りたいと思います。はい、でみなみのこのメッセージに対しては返信ができないので注意してくださいということで、あとこのこれは乃木恋ので私 の彼氏になった人たち限定のため内容を見せることはできないのでごめんなさい。今これを見ている彼氏のみんなも内容はコメントしないで自分の
中だけで南からのリアルなメッセージを楽しんでもらえればなと思います。見せちゃダメですよ、みんなに。特別感なくなるからね。そしたらあれ分かれます、見せたらっていう感じで。すごーい、じゃーん、送るね。じゃあ、こうか。すごーい、一回分けて送ってもいいですか。届いた、別れないでだって。そう、見せたら別れるからね。来た、来てない、まあいいか、とりあえずもう一回じゃ送っちゃおう。送っちゃった。いっぱいになっちゃった、5個送った使いこなせない。見た人、あ、フリック入力ってバレた、怖っ。見るとこ怖い。みんな、みんな見えました。いいでしょう、みんな頑張ってね、ミナミの彼氏になれるように。まああとね、もう一個とね、5月12日までの期間中にセブンイレブンさん限定で Google プレイギフトカードとコラボしてます。みなも見た、セブンで。パッケージが乃木声デザインになっていて、中にはオリジナルステッカーも入ってます。じゃーん、みなみ、あれ、これみなみバージョンは、みなみっていくちゃんとアスカだったと思う。なんだろう、じゃあもらった人。そうね、これ当たるか分かんないんだもんね。ゲーム内のお得なアイテムももらえるので、詳しくは左上のキャンペーンバナーから見てください。あ、これキーちゃん髪長い、ぜひみんなゲットしてください。それでですね、実は昨日まで乃木恋ではリアルイベントの特典の第15回彼氏イベントが開催されてたみたいなんですけど、みんな知ってるかな。で、みなみがこれまでにやったリアルイベントの内容なんですけど、1回目はなんかこう、みなみがいろんなことにチャレンジをして、それの成功回数をなんかこう当ててもらって、当たった人がなんかビンゴ形式にして、なんか当たったらサイン入りポスター、その場でサイン書いてみたいなのをやったりとか、2回目はこうハロウィンの時ら辺だったのかな、ハロウィンの時期ら辺だったから、なんか猫のこう耳とかをつけてただ質問に答えるっていうだけだったんですけど、そういう普段あんまりしないようなことを彼氏イベントでしてます。100人くらい限定で、そう、もう100人だけだから、あんま普段やんないこともまあやってみようかなって感じでやってるんですけど、また次あるもんね、何しよう。なんか特別感があるのがいいですよね。ちょっとまだ全然考えてないけど、そういう、そう、みんな来てくださいね、みんな来てくださいっていうかみんな頑張ったら来てください、ぜひね。そう、なんかやってほしいことっていうのでも、今度じゃあ握手会で教えてください。それか参考にしようかな、わかんないし、みんながやってほしいこと。
ういうのもありましたっていうお知らせでした。なんかゴールデンウィークの話をしますかな。ゴールデンウィークは連休、握手会、みんな休みだったから握手会とかがよくあって、とかね、どっか遊び行ったとかはないんですよね。あ、で行きました。大体全部店に行きました。キーとカズミと行ってぐらいかな、出かけたのは。うん、かな。うん、そんなに。でそこで大体全部店にサイン書きに行ってみたいな。あ、クレーンゲーすごい、ラジラー聞いてる人は。そう、最近でもゴールデンウィークじゃないんですけど、ゴールデンウィークじゃないっけな、ゴールデンウィークか、ラジラーの時なんかクレーンゲームとかこの間やりました、久しぶりに。そうそうそう、とかかな。なんか言えないことを思い出しちゃった。まあいいや。なんか大体全部、すごい言いづらくないですか、大体全部店って。その全部店に行った時になんか懐かしくていっぱい写メ撮って、そう、懐かしいねって、メンバーと、もうメンバーですら覚えてないのとか、自分のやってないやつとかこう知らないのとかもあるから、こんなのあったのみたいな感じで、とか楽しかったねあの時みたいな、いう会話をしてました。そう、いいね、ああいう振り返るやつとか見ると本当懐かしいなとか、初期のやつとかもあったりして、生駒ちゃんに連絡しました。生駒ちゃんいたよっておーみたいな感じだった。生駒ちゃんもいたのかな、多分いたって言ってた気もするけど、なんかよかったねみたいな、懐かしいよねっていう話をみんなでしたりしましたかな。まあお休みはみんなは行ったんだよね、絶対お休みとか。いいな。そう、なんかゴールデンウィークもそうだけど、令和になったねっていうなったね、令和になった時はテレビ見て、令和のなんかカウントダウンのテレビニュースみたいなのかなを見てました。こう、あ、令和だっていう感じでかな。確かにお正月みたいだよね、変な感じで。その後にもゴールデンウィークの長い休みがあるから、ほんとお正月みたいだった。なんか令和初の乃木曜日なんだって、今週、この週が。だから乃木曜日のじゃ、令和の目標をフリップに書きたいなって思います。よく握手会でも聞かれるんですけど、令和になった時もそうだし、お正月になった新年のタイミングでもそうだし、誕生日とか、私特に目標なくて、いつも頑張りますみたいな感じなんですけど、なんだろう、特にないんですよね。うわ、4時44分だ、嫌な時間、怖いよね。パッと時計見た時に私4時44分だったり2時22分だったりするの。そう、お、2万人ありがとうございます。今日木曜日か、みんな学校とか終わったのかな、まだギリギリかも。令和の目標なんだろう、なんだろうな、なんか料理するとかでもいいし、でもなんかここで書いたらなんか見せなきゃいけない気もするから、ちょっと書きたくない気もするし、なんだろう、じゃあ、まあ、毎年言ってるし、すごい前の乃木曜日のあのアフターコーナーみたいなのでも言ったかもしれないけど、なんか合ってます、旅って。
なんか微妙に違う。あ、じゃあ変えよう。あれ合ってる？頬に何か子供みたいな。あ旅、ああありがとうございます。え、本当にこれで合ってます？こんな感じだったっけ？旅行の旅？旅？違う気もしたけど、まあ、いっか。ちょっとローマ字で書いてみた。じゃーん、旅行に行く、たくさん行くです。これ毎年言ってるんですけど、今年は去年っていうか今年は韓国とかに行ったので、近場のだからヨーロッパとかアメリカとかそういうとこに行きたいですよね。すごい跳ねるなぁ。だってまあまあまあっていう感じですかね。なんかのんびり、ただ何かするってわけじゃなくて、のんびりしたいなっていう感じです。それが目標です。頑張ります。なんかおすすめの海外の場所あったら教えてください、ぜひ。じゃあまあもうそろそろですか。じゃあ乃木曜日選手権をやります。今週はこのガオガオロシアンルーレットっていうやつで、ガオガオの骨を吠えられずに何本押せたかを競います。でご褒美は何だろう。え、2本ってか2本が悪いのか。2本が悪いんだ。7本、何本あるんだろう。歯があるってこと。おはようございます。ほんと嫌い、これ。この赤じゃなくて白。じゃーん、こういう感じで、あ、焼肉だ。今回の景品はこれ。ほんとに嫌い、あのファンの人と黒ひげ危機一発やるのも大っ嫌いで、もう怖くて。しかもみんななんかわざとなんか近づけてきたりするから、もう本当にあれは苦手です。楽しいけどね、逆にね、仲良くなれるけど、まあ、ここに決めたって言ったらもう変えちゃいけないらしいので、あーもう本当嫌い、これ。みんなに近づけよう、もうみんながびっくりすればいいのに。じゃあやります。かわいそうでしょ？ね、やんだよね、こんな無理やりね。どうしよう、待って、1,2,3,4,5,6,7,8,9本。真夏7本ってすごいね。じゃあいきます。え、これ押したらいいんですか？ほんと嫌な感じ。あ、もうこれにしよう。ねー、ほんと嫌だこれ、もう。え、どうしよう。なんか見たら分かったりしないのかな。わかんない、全然。何が何だろう。どうしようかな。どれがいいかな。ちょっと早く終わらせたいよね。じゃあこれにしまったか。じゃあこうしよう。これにしよう。いくよ。本当にもうイライラしてくる、これ。もう嫌だ、本当。これ結構来るよね、絶対ね。じゃあこれにします。
うるさいと思う、みんな。木曜日よいしょ。あ、イヤホンごめんね、うるさいよね。そうだよね。じゃあ名前も書いてかな。なんか前の秒数止めるやつとかよかったな。なんかストップウォッチで何秒みたいな。3、みなみの3。まあいっか。3。おお、山夏すごい、これ強そう。疲れた、すっごい疲れた。いいね、楽しいね。こういうのなんかみんなでやったら楽しいよね。バイバイ、なんかこう修学旅行の夜とかやりたいね、こういうの。あー、そう、みなみ意外とビビリなんですよね。なんか前ビビリみたいな乃木中でビビリの回いなくて、私そのオーディションみたいな時風邪ひいてて、あの声出ない時あったじゃないですか、ラジオの時。あそこら辺だったのかな。だからそのだからうまくバレずになんかスーって感じだけど、こういうの苦手なんですよね。でも絶叫系とか大好き。そう、あったでしょ。じゃあ宿題を渡そうかな、次の人に。じゃあこれ猫とかにしますか。じゃあこれに、これを猫にしましょう。真夏もを伝えよう。真夏が考えたよっていう。消すやつ欲しい。いい考え。みんなダメだよ、明日の人に。みなみやってないとか言ったら、そしたらもう首ピョンじゃなくて、なんだろう、にゃん。え、誰だろう、誰がいいかな。逆に梅ちゃんとか、あとは誰だろう、レノちゃんとか似合ってほしいかも。え、誰なんだろう、明日1期生か2期生か3期生かも分かんない。かわいそうで、あの人誰だろう。じゃーん、こんな感じでさっきの、あのうさぎの絵バージョンを猫に変えたバージョンです。誰だろう、明日は。次の人の、あ、私が書いたよっていう。より、はい、みなみより。誰だろう、みなみやったんだよさっき。一番最初見てないからでしょ。みんなちゃんと最初から見ましょう。じゃあこういう感じでした。次の人頑張ってください。そう、みんな最初から見ましょうね。
今日は花柄ワンピース。これ韓国に旅行行った時に買ったんですよ。とかかな。今何人だろう。見えない。やったよ、みんな嘘ついちゃダメだよ、本当。アマーラビング今2500万2500 2万5千人。あー疲れてんのかな今日。すっごい疲れたもんね。でもねびっくりしちゃった。うちみんなも2500万わーと思って。アマーラビングはすっごい可愛い感じの曲です。まだ広さまだ出てないのかな曲そう、すごい可愛い感じなので、善悪とかライブでもやりたいですね。いつかやるタイミングがあったら楽しみにしててください。あ、出てるんだ。可愛いでしょ。レコメンで出てたんだ。みなみのパート分かった人、最初ミオンだとみなみが歌ってて、次がこのキーちゃんとあやねちゃんとミリオかな。3人で歌ってたかな。たりとかみなみ一人のとこもあるので、そう、わかるはず。そう、聞いてください、ぜひ探してください。そう、ああいうね、可愛い系の曲って楽しいよね。あんま最近なかったし、ユニットもあんまりないから、すごい、だし私以外みんな2期生だし、お邪魔しますって感じで、すごいみんなで仲良くレコーディングしました。あと1分。疲れたのかな本当に今日。なんか大丈夫かな。ご飯食べよう。お腹すいたな。最近キウイの方のキウイの皮剥いてちゃんと自分でキウイ食べるのハマってるんですよね。ちゃんとそう、お家帰ったら食べよう。キウイ、あとは何食べようかな。お刺身とかなんか食べようかな。そう、意外とうまいんですよね、剥くの。キウイ、キウイ、あ、沖縄楽しかったです。あの乃木中のあのスイカオンエアで見たらすごかった。あの南の上の方飛んできてて危ないって感じだった。すごい、いや本当にミシミシミシって音がちょっとしてきてバンってなって、そう、始まる前になんかネットのああいうのをちょっと見てたから、もともとなんかやると思わなくて、いつかだいぶ昔だけど見てて、あ、見たことあるやつだ。怖いですよね。みんなやんない方がいいですよ、絶対夏とか。やるなら外でやんないと危ない。あれすっごい楽しかった。でもまあそういう感じで終わりにしたいと思います。明日も誰か来るから見てくださいね。じゃあ乃木曜日の今日の木曜日はもう終わりになります。でこの後というか、無料ニュースアプリスマートニュースで乃木坂46チャンネル内で乃木曜日アフタートークを配信する予定なので、ぜひそちらも見てください。くしゃみ出そう。終わります。くしゃみ出そう。また、また。ではじゃあまたね。